パン、体はパンパン、持田こじひかるです。はということで、本日はですね、インスタグラムの方で皆様に持田こじひかるの偏見について送っていただきましたので、そんな持田こじひかるに対する偏見に答えてみたです。YouTube 界隈では偏見に答えてみるみたいな動画を皆さん撮ってらっしゃるそうなので、それを持田もやってみようということで、皆さんにこのようにね、偏見を募集しまして、こんなにたくさん送っていただきました。ありがとうございます。似たようなのもあるんですけどね、どん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 それには答えていこうと思います。まず一つ目ですね、毛が汚そう、かっこごめんなさいそれはもう偏見っていうか、もう出てるやつですよねもうお部屋キャラっていうのでね、出ちゃってますからね。いやでもね、本当に最近はすごく綺麗なのよ。ただ確かに、もうこれって初対面の人にも言われることなんですよ。私よく顔とか喋り方とかで、多分部屋汚いでしょって言われます。なんでだろう、バカみたいな感じが部屋汚そうに見えるんですかね。第一印象で部屋綺麗そうなんて言われたことはないですね。当たってます。家の廊下に落ちてるゴミとか、とにかく隅っこに蹴ってそう。これは正解ですね。一旦蹴りますね、私は。普通はこう拾ってゴミ箱に捨てるらしいんですけど、私はポイって投げちゃいますね。合ってますね。めんどくさがり。これはそうかもね。いや、なんか、イメージがさつなイメージしかないよね。本当に。部屋汚い、めんどくさがり、ゴミとにかく蹴ってそうとか、すごいよね。体あんまり洗わない。いや、洗うから。洗うよ。ちゃんと洗えますよ。これもう一個他にもあったんだけど、臭そうってのがあったのね。あのね、確かにお部屋の時は鬼臭かったっすよ、部屋は。私自身めっちゃいい匂いしますからね。これ会った時にクックンしてほしいんだけど、私自身はいい匂いなの。私は結構ちゃんと匂いケアとかやってますし、ボディクリームとか何種類も持ってますね。いい匂いのやつ。で、シュッシュは必ず買ってますし、今使ってるシュッシュは白のホワイトリリーと、あとジョーマローンのイングリッシュ&ベア&フリージャーだっけ。使ってます。いい匂いしますよ。あれ、デブイコール臭いみたいなイメージあるけどね、太ってる女子とかね、意外と匂い気にしてたりしますからね。はい歯を磨いて寝ない。いやね、ちゃんと歯磨くよ分かります、めっちゃ歯磨く。歯は綺麗じゃないですか、私歯は綺麗です。歯磨いてます、ちゃんと。靴下嫌い合ってる。あ、靴下嫌いなんです。家帰ってもすぐ脱ぐからすぐなくす靴が汚そう偏見よ。これすごい偏見。靴は綺麗だと思うけどな。てかね、汚くなるまで履き潰さない感じしますね。逆に私。飽き性というかコロコロ変わっちゃうんで、あんまり履かないですね。はい。部屋の至るところにポイフル落ちてそう。確かにこれは偏見だね。ポイフルは部屋に転がってません。よく転がってたのはハイチュウだね。はい、次。あんこが大好き。私ね、あんこは、言うほど好きじゃないんですよ、実は。食べれますし、別に美味しいとは思うんだけど、ただあの、粒は、粒々が喉に扁桃腺に挟まっちゃって、私扁桃腺めちゃでかいんですね。あの、お見せできないんですから、あの、こう、でかい岩が2個ここに、うって連なってるから、私らよく大食い動画出した時もよく喉に詰まらせてたと思うんですけど、あれ、扁桃腺がでかいからなんです。その粒がね、扁桃腺にこう刺さっちゃうから、あんましあんこ好きじゃないんですね。はい。ピスタチオがなんだか分かってなさそう。ピスタチオはね、好きだから味はわかるんだけど、ピスタチオ自体が何か正直わかんない。あれ、味はうまいけどさ、あれ絶賛何なんだろうね。甘いから果物なんかな。確かに意外とわかんな。家のマヨネーズが残り半分になるとスーパーに買い出し。あー、お部屋に住んでた頃はさ、マヨネーズも外に出しちゃってて、腐っちゃってたから、腐ってたから買い直してたみたいな感じでしたね。あとマヨネーズはね、結構昔に食べ過ぎちゃって飽きちゃったっていうのありますね。はい。お酒飲めなそうで飲める。あ、これね、逆ですね。お酒飲めそうで飲めないです。声こんな感じだと、イエーイとかやってるから、お酒好きでしょみたいな言われるんですけど、実はすぐ顔真っ赤っかになっちゃうし、そんなにたくさん飲めません。けど飲みたがりです。実は人見知りなのではないかなと思ってます。もっち大好きです。ありがとうございます。めっちゃ人見知りです。人見知りっていうか、必ず初対面の人全然あの、普通に接することはできるんだけど、心開くまでめっちゃ時間かかりますね。全然心許さないです、私。仲良くなっても。案外ファンを大事にしなさそう。何これ、大事にするよ。私ファンの人大好きだからね、めちゃめちゃなんかそれみんなに言われるんだけど、売れたらなんか恩をあだで返しそうみたいな、よく言われるんですけど、絶対そんなことしません。どんなに大金手にしても皆さんには優しく、ファンの方には感謝を伝えていきたいと思っています。だからイベントとかあったらね、いっぱい会いたいと思ってる、そういうイベントも計画したいなと思ってます。持ち業界を代表しているとの自負から亀田製菓からのオファーを断り続けている何この偏見、面白い。
全然です。私この持田コシヒカリって名前にして絶対お米の仕事来んだろうなと思ってたけどね、案外来ないんですよね。お米いっぱいいただけますけど仕事自体はあんまり来ないっていうオチですね。カメラ生活さんから仕事来たら速攻で受けるよむちゃむちゃ速攻で受ける。よそではくしゃみするときはって瞬間で肩上げて手で押さえて可愛くしてそう。だけど家だと結構おじさんみたいな躊躇なくして終わったら鼻の下ムズムズしてあーって言いそうあ、でも確かに基本外ではちゃんとマナーとしてクチュッみたいなのにしてますけど、仲いい人とか家ではなんかダーみたいな、あーみたいななんかそういうくしゃみばっかしてるかも聞いたことあると思う。一回はダッシュとかデクシュとかなんかそんなん言ってるわ合ってますね。偏見結構合ってますね。興味ない話は生返事だけして全く聞いてなさそうです正解。もうみんな優しくてさ、偏見ないよとかさ、悪い人に一切見えないよとかも送ってくれるんだよね。いい子たちだよね本当に。子供の頃ドッジボールでみんなの盾にされてそう。ああね、私ねこう見えてねまあまあ動けるタイプだったのでね、積極的に取りに行ってましたねボールはね。壁にはならなかったですね。なってたのかな、自分では気づかないじゃんそれって。私がそう思いっきりこうやって前に行くことによって後ろにめちゃくちゃ人いたみたいなことあったのかな。自分じゃ見えないからねああなっちゃった。できればピンで活躍したいと思ってる。そんなことないですよあ、こう見られてもおかしくないよねでもね全然私逆でピンで頑張れみたいな言われてたんですけど、コンビで頑張りたくてピン本当やりたくなさすぎてピンで頼んだ店で号泣したことがありますコンビで売れたいと思ってます本当に。男性と女性の前で声や態度変わってそう。あ、これね、意外と私変わらないと思います。なんかそんなに。可愛こぶれないんですよね。最初可愛こぶってみても、どうせ途中でおかしくなってくるんで、可愛こぶれないから、だから、ぶりっこして可愛いと思わせるんじゃなくて、あ、この子元気で話してて楽しいなと思わせて、可愛く思わせたいタイプです。面食い。ああ、面食いです。イケメン大好き。でもホストとかはハマりたくない。小野島さんのことありっちゃありそう。なしです。小野島さんはね、なんかほんとお父さんな、みんなで言うお父さんって感じなんで、全然なしですね。彼氏にすごい染まりそう。めっちゃ染まります。すぐ染まっちゃう。すぐ尽くしちゃうし、好き好き好きってなっちゃいます。私もうラブラブラブってなっちゃう。もう大好き大好きって、もう彼氏中心の生活になっちゃいます。束縛もしちゃうし、もう重い女ですよ、私は。体重も恋も重い女ですよ。性欲強そう。性欲強そう？それはもう溢れ出てるってことですか？それもね、初対面で絶対言われますね。まあ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 、それなりに強いですよ。普通に言いますけど、それなりに強い。そりゃそうだ。みんなそうでしょ。あとね、マグロってきたんだけど、これは何？とこの話？全然マグロじゃないです。これは全然違う。男芸人さん、特会引っかい。いやー、これね、大外れですね。私、男芸人さんと付き合ったこと一回もないですし、あんま仲良くもしてないかもですけど。年下のひもわんこ男子とか養ってそう。あー、一回ありましたね、年下の。学生だったかな。2ヶ月ぐらい付き合ってて、お金貸してみたいな言われて、めっちゃお金貸したことはありましたね。そっからあんまし年下好きじゃなくなった。いや、面白いですね、偏見。でも結構あれでしたね、みんな汚いだの、臭そうだの、やりまんだの。やっぱ私がそういうイメージな時期があったからかなとは思ってますけど、今は部屋は綺麗ですし、男遊びも全然してませんし、いい女になってきたなと思いますどういうまとめということでね、皆さんたくさん偏見を送ってくれてありがとうございました。ちょっとまたこういったファンの方との企画もちょっと企画しようかなと思ってますので、皆さんこれからも参加よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。またねー。